本日は2015国際ロボット展ナチブースへようこそお越しくださいました。これよりこちらのステージでは目の前のロボットたちを使ってビルディングブロックとピンアートのデモンストレーションをご覧いただきたいと思います。デモでご紹介するロボットは小スペースかつ高速高精度が得意なナチの MZ04 と、センズリ構造により動作範囲のデッドスペースをなくしたスカラロボット EZ03 です。さあこの後はいよいよブース中ほどにございますメインステージが始まります。皆様お気を付けていってらっしゃい。産業用ロボットの分野で常に業界をリードし、進化するものづくりの現場を支えてきたナチのロボット。自動車生産ラインで培った自動化のノウハウを結集し、今その領域は食品や医薬品、化粧品、電子機器などの幅広い分野へと広がっています。さあそれではここからはただいまご紹介いたしましたロボットをめぐるブースツアーへと皆様をご案内いたします。皆様の左手、自動車ゾーンよりスタートいたします。さあ初めにご紹介を行ってまいりますのは重量物搬送ロボット MC280L と SRA100 を使ったプレス管搬送システムです。こちらでは世界と差をつけるスピードを持つロボット SRA210H と SRA166H を使ったサーボ加圧式ロボットヘミングシステムをご紹介いたします。クアームと従来型アームによる舞台ケーブルの引き回しの実験です。まずはご覧ください。それでは SRA シリーズロボット6台と小型ロボット MR20 による高密度設置スポット溶接システムを皆様にご覧いただきたいと思います。さてここからはアーク溶接ロボット NB04 と、そして視覚装置付き MZ07L2 台による自動アーク溶接システムについてご紹介をいたします。ワンサイドスポット溶接ロボット MR20 からご紹介していきましょう。では続いて超高速シーム溶接を実現した SRA150 をご紹介してまいります。医療分野で活躍するロボットミキシングシステムについてご紹介させていただきます。パラレルリンクロボットとスカラロボット EZ03 を使った食品・医薬品分野のアプリケーションについてご紹介したいと思います。物流分野で活躍をする MC35 と自動走行台車を組み合わせました自動入出庫システム、そして LP130F の高速パレタイジングシステムをご紹介行ってまいりたいと思います。EZ03 と小型で小速のロボット MZ04 を使用いたしましたタブレット型パソコンの組み立てシステムをご紹介いたします。さてここからは双腕ロボットと軽量コンパクトロボット MZ07 を使った
MZ シリーズ用のロボット制御装置 CFD の組み立てシステムについてご紹介していきたいと思います。ここからはパワフルコンパクトな多目的ロボット MC20 と軽量コンパクトロボット MZ07 を使いました自動ピッキング・マリ取り・磨きの油圧バルブ組み立てシステムについてご紹介をいたします。ロボットビジョンシステムの3つのシステムを順番にご紹介してまいります。